フィギュアスケート東京選手権第2日、22日、三井不動産アイスパーク船橋。男子ショートプログラム、SP が行われ、2024年4大陸選手権銀メダルの佐藤俊エームサービス命大が ISU 国際スケート連盟、非公認ながら、自己ベスト、の1 8 7点で首位発進した。4回転ルッツ。 4回転3回転の連続トーループ、トリプルアクセル、3回転半ジャンプとすべてのジャンプを決めてみせた。ついに100点超えを果たし、驚きを隠せず、あまり実感が湧かなかったというか、自分でも行くとは思ってなかった。今シーズン100点を出したいというふうにずっと思っていた。嬉しかったと喜びを語った。オフ期間は アイスダンスで22年北京五輪金メダリストのシゼロン氏から指導を受け表現力も進化プログラム全体に磨きがかかり5コンポーネンツの部分がやっぱり一番自分の中では伸びているかなと思っていると手応えを口にしたコースタートの今季の目標は全日本の優勝と掲げ全部の大会で優勝できるように頑張っていきたいと意気込んだ